続きまして、奨学金の説明に入らせていただきます。資料としては先ほどのこちらですね、あの薄いオレンジ色の小冊子の、TFU スカラシップというのが、本学の奨学金の制度になりますので、こちらの冊子をご覧ください。5つポイントがあります。冊子の中の方にも記載されていますが、スカラシップ制度は返還が不要、つまり給付型、お金をもらえるタイプの奨学金です。最大で英国体というのが一番手厚いんですが、これに当たれば、入学金も含めて学納金がゼロで、4年間通うことができるというような、かなり手厚い内容になっています。他の大学ではなかなか見られないんですけれども、大抵他大学だと初年度だけ、1年生の時だけ、給付型奨学金ありますよというのはよく見かけるんですけれども、4年間これが基本的には継続します。大学に入ってから成績ですね、出席率や成績の上位何パーセントという、そんなに、難しくはないハードルは設けられてはいるんですけれども、普通に真面目にやっていただければ4年間継続する内容です。で、全ての入試方式でこれが対象になっていまして、また人数制限がないので条件に見合っていて、で面接で受験した時に面接でこの学生さんは奨学金に値する間違いないねということの判断が下されれば必ず、奨学金もらえますので、ぜひチャレンジしていただければなと。で、 B 特待というものでも、学納金がですね、半額、半分が減免になるというので、非常に大きいかなと思います。で、特待生の扶養条件ですが、後ろ、こちらの冊子の裏表紙の方に、記載があります。栄養入試や指定校で、例えばですね、5期、指定校の5期でいうと、2章の3級持っていると C 特待になりますし、全章5期1級持っていれば B 特待、あとは、英検受験される方も多いと思うんですけど、指定校で評定平均例えば 3.1 とか2をクリアしていて、かつこの条件、英検が準2級持っていると B 特待というふうになりますので、まだね、英検受験、の日程あると思いますし、英語得意だよという人や、あとは商業高校の方なんかはかなりチャンスかなと思います。で、先ほど言ったように一般センターの得点率でも、60点以上取れれば、B 特待になりますし、80点以上だと A 特待なので、他大学受験で受験勉強頑張っているよという人はぜひこちらで受験いただければいいかなと。で、学費の比較です。皆さんの中にもね、専門学校と大学進学とどうしようかな、特に経済的な学費の面で迷っている方もいると思うんですよね。で、先ほど話したその B 特待200万円の減免になるとですね、大体専門学校の、2年間の学費というのが大体250万、旅行や観光、美容、医療の、専門学校はこれぐらいの学費がかかるので、専門学校2年間分の学費で4年間通うことができますので、大学進学も諦めずに、選択肢の一つとして考えていただければと思います。学科入試、また奨学金、かなり複雑というかいろんな内容がありますので、こちら出て右側に個別相談のブースを用意しています。本学の教員が丁寧にご説明しますので、こちらでご相談ください。個別相談は今日ずっと終了時間までやっていますので、まずはこの後の模擬講義にですね、ぜひご参加いただければなと思います。はい、以上になります。